取り残されない未来のためにつながる絵本 for SDGs。 SDGs、 それは2030年の未来の形。健康を運ぶ車、目指すのはこちら。すべての人々が医薬品を利用できるようにする。ここは岐阜県山形市。車を止めて何やら準備中。そこへ地域の方がやってくると、あれ、お薬をもらってる。全国におよそ20台しかないこの車、そのうちの1台を保有しているのが岐阜薬科大学。どんな車なんだろう。災害時に被災地で薬の調剤をすることができる移動薬局車両、一般的にモバイルファーマシーと呼ばれている車です。東日本大震災をきっかけに導入されたモバイルファーマシー。キャンピングカーを改造して作られたこの車にはたくさんの医薬品が備えられていて、その場で調剤をすることもできちゃいます。とっても便利だけど、今は法律で災害時にしか使えません。そこで日常的にもっと多くの現場で使っていくために実証実験を開始。今回は山間部の過疎地域に来ました。診療所の近くに週2回出動しています。最寄りの薬局までおよそ9キロ離れているから、お医者さんが持っている限られた薬をもらうしかなかったんだけど、在庫がない薬も手軽にもらえるようになりました。みんなが利用しやすい新しい医療の形だね。規制が緩和されれば医療過疎地などで活用することができると、そういうことになれば普及が進んで結果的に災害の備えになるのではないかなと考えております。安心を届ける動く薬局。